はい、お前たち前座はここまでだ。まあ今極激から食べていただきましたが、はい、次にやっていただきます企画、こちらヤクルト、人間は20本以上飲めるのか飲めないのかという検証企画です。まあ夜中いろいろ出てるんですけれども、さっき食った極激辛カレーが上から出るか下から出るかっていうことよね。っていうことです。20本は俺いけると思う。俺もなんかいけそうな気も します。じゃろ。え、これでもさ、リアルにその世間では20本飲めんし、飲みすぎたらその乳酸菌かなんか知らんけど、なんかの摂取のしすぎで戻すみたいな。そうです、体の限界がどっちみち来るらしいですって言われとるじゃん、はい、俺はリアルにこの量だったら普通に飲めるし戻さん自信もある。おお、うん、そこまで行っちゃいます。うん、でも一応足元にゴミ箱は用意させてOK。 じゃんけんしましょうか、うん、勝ちもんで、勝ちもんが先に、ね、勝ちもんが一番。 OKOK、 最初はグー、じゃんけん、おい、アイコールシャイン、シャイン、マガシンシャイン。じゃあ開封式。辛いもん食べて俺飲んだら人間として終わりそうなんですなんでこれがピルクルと一緒やろ。これだって一緒っすね。変わらんじゃろ。俺ピルクルとかガブ飲みするんだけど大好きなんだけど、僕は結構お腹弱いんで一気に飲んだらいけんのかな。急性ヤクルト中毒じゃないけどアルコールも一気にいっぱい飲んだら中毒になるよ。ああ、大丈夫です。これめんどくさいやば、まあ、開け方やば、なんか剥がない。宣戦布告してきやがってヤクルトが。やばすぎたわ。なんなんやこれ、いちいち1個ずつ剥がしとったらこれもう終わらん、明日の朝になってしまうわけでこんなのほんまにこんぐらい飲めるじゃろ。ほんまにゲボ出るんか。むしろゲボ出したいみたいな。いや出したいっていうか、まあ俺明日の朝なんかこうね、下半身が痛い思いするぐらいだったらもう今痛い思いして終わりたいけど。準備できましたか。はい、それではヤクルト20本チャレンジ、よーい。ちょっと待ってあ、ほんまにいけるんだったら、うん、あっさりいっちゃうよ。うん、でも飲み切ることができた後から来るかもよ。ああ、それはあるね。うん、まあ、人体実験でやってみよう。じゃあ気を取り直して、はい、よ、よーい、スタート。おい、おう、うまっ。ちょ、笑わんでみんな真剣なんでけ。きつい量がきつい。今一応分かってきたんだけど大丈夫か。笑わせんで窒息するかと思った。あれ、まあ、量は多いけど普通に美味しかったし。あれ、ちょっと待って、なんで、模様臭いよ全然。え、お前ですか。うん、全然普通なんじゃけど。いや、美味しかった。え、待って、普通なんじゃけど。え、よろしいですか。はい、ではジン君のヤクルト20本チャレンジ、よーい、スタート。来いよ。お腹いっぱい。あ、やべ、ギブかもしれん。やばいやばい。飲みたいのに。じゃろ。え、どうします、じゃんけんします。何が、トイレ先行くか。俺が先飲んだか、俺からでいい。いや、いいですいいですよ、マジで。行きます。長年連れ添ったこのトイレとどれだけ仲良しかっていう。
痛い。ゲボが痛い。もう吐きたくもないし吐きたいし分からんよ。もう吐いてきてみ。いや俺のゲボあるけど。えじゃそれそこにうずくまってみ。絶対気持ち悪くなって出るけ。うわー最悪最悪。もう